須田さんはなんかアマチュアの時よりプロになってからすごく強くなって無敗って聞いたので、ちょっと初めて倒す相手になりたいです。写真を見た限りは強そうで綺麗だったんですけど、勝つ自信はあります。いや、特に都心の差はあまり気にしてないです。なんかアマチュアの時から年上とはいっぱいやってきたからあまり気にしてない。ムエタイとネイリストになってるから、ムエタイです。いや、多分、プロになってからは防具とかないから、多分このままずっと緊張はすごいと思うし、なんか練習を怠れてたらこの先もっと強い相手当たるかもしれないから、練習はこれから今まで以上に練習をしてもっと強くなって簡単に勝てるようになりたい。組相撲ないのは結構辛いですけど、でもこれからの練習を変えていけば大丈夫になります。綺麗な相手だから逆に倒したくない。プロデビューしてから次2戦目なんですけど、この試合は絶対に勝たなければいけないので倒しに行きます。